綺麗に痩せたい、体重を落としたい、バランスよく痩せたい、そういった方にはぴったりな動画になってます。大切なのは抗重力筋を鍛えることなんです。年々姿勢や体型が崩れると思いますが、すべてこの抗重力筋の低下が原因なんです。簡単に言うと、背中、お腹、お尻、もも、ふくらはぎ、この5箇所で体をまっすぐ保つことができています。気になる部位だけなかなか変わらない、その原因も抗重力筋にあります。今回この5部位をしっかり鍛えることで綺麗に痩せることができます。まずはうつ伏せになります。寝た状態で手は L の字です。両肘を持ち上げて肩甲骨を寄せます。背中を寄せたら戻します。もし手が浮かないよっていう人はちょっと体をね一緒に起こしてもいいです。ですが腕を起こすことが大事。OK です。で今度は上向いて寝ましょう。お腹を使っていきます。手を前に伸ばしたら膝をタッチしてゆっくり帰りましょう。息を吐きながら腰の隙間を埋めながら背中を丸めていく感じです。あんまり起き上がれない方もね、背中が少し浮けばいいですからね。勢いよく起きるよりはゆっくり上がる。今度はお尻です。足肩幅でお尻を持ち上げます。ぐーっと締める。お尻をぎゅーっと締めます。ゆっくり下ろしましょう。お尻を締めながら上がる。お腹を上げるっていうよりお尻を締めるって感じです。お尻をぎゅーっと締めます。OK。 じゃあ今度は一回立ちましょう。もも使います。左右に体重移動します。けんけんぱという感じ。けんけんぱ、しっかり膝をね曲げればいいってわけではなく、足に負荷がちゃんとグッグッとかかってることが大事。片足でねこれスクワットしてる感じなんですごい効きますからね。 OK。 今度はかかとを上げたままで左右に揺れます。膝伸ばしたまんまかかとを上げて膝伸ばしたまま、これはね力が入ったままふくらはぎが伸ばされる使い方なんで、足がね太くなりやすい、ふくらはぎ太いって方もこれは大丈夫です。逆に細くなる使い方です。膝伸ばしてかかと上げたままつま先移動。よっしゃー、うつ伏せになりましょう。はじめに戻ります。これを3周回るだけ。背中を寄せたら下ろす。バラバラの種目でねやっぱりずっと回っていくよりは、ある程度の種目の回っていく方がね効果的です。やっぱり3回に分けて筋肉使う方がねしっかり使えます。 OK。 で今度お腹です。手を前に伸ばしてタッチしたら戻る。腰の隙間を埋めながら起き上がる感じです。
息を吐きながら、OK、今度はお尻をしっかり締めます。お尻をぎゅーっと、どんどんお尻を締めたら緩めます。お尻締める力がつくとお腹もへこみますからね。しっかりこれ3周回ることで体がね、本当にラインがきれいになりますから。オッケー、じゃあ起き上がりましょう。今度はけんけんぱです。けんけんぱっていう感じ。普通にねスクワットとかしても上半身の気持ちで体を上げると あまりね効いてなくて、しっかり床をこうやって踏む、これが大事です。床を踏んでももを使う。しゃがんで立つだけっていうのもね、こっちで効果的ですから。はい、じゃあ今度はかかとを上げたままでチップタップしましょう。すごい難しい5種目ではなくね、誰でもできるよっていう5種目なのにすごい効果的なメニューを選んでますので、体変えたいよって方は3週必ず毎日1回やることでね、気になる部位が早く変わります。さあ帰りましょう。あと1周。少しで終わりますからね。背中をぐーっと押して押す。オッケー。あと4種目で終わりです。膝タッチ。首疲れる人はね、頭持っててもいいです。足の隙間を埋めたら戻る。首が硬かったり首が弱いとね、首痛くなるんで、無理にね、頑張るよりは支えながらやってください。締めるとお腹がへこんでますよね。これが立ってる時に作れてきますので、お尻が締まってないとお腹もね出ちゃうんでね、しっかりお尻を締める。あと2種目、けんけんぱです。いきましょう。パです。結構お尻も効きますよね。
というわけ。上げ下げよりもね、上げたまま引っ張られる方がね、綺麗なふくらはぎになりますから、かかとの上げ下げするよりはこういう感じに使ってください。お疲れ様でした。今回の5種目とても大事なメニューになってます。綺麗に痩せたい、お腹気になる、足が気になる、といった方はその部位だけじゃなくてバランスよく今回の動画みたいに使ってください。頑張って最後までやった方、これから毎日続けるよって方は宣言してください。コメントお待ちしてます。